得意だな。郷土勢では岡山市の IPU 環太平洋大学4年の徳山和人投手が楽天から2位指名を受けました。左投げの徳山投手は最速153キロを誇り、質の高いストレートが持ち味です。徳島県の鳴門渦潮高校時代は3番手投手でしたが、大学でめきめきと力をつけ、大学日本代表候補にも選ばれました。 IPU 環太平洋大学によりますと、在学中の選手がドラフトに指名されるのは初めてです。